はいいよろししくお願いします、えー、今回は高校受験対策の図形シリーズ第31弾やっていきましょう今回4問ありますのでまず一回ね動画止めていただいて是非チャレンジしてみてくださいでやってもらった後に分かんなかったり不安なところがあれば今からね自分が全部解いていきますので確認してもらえたらと思いますいいかなでは早速ねまず1番からやっていきますのでどうぞよろしくお願いしますではね画面下げますのでお待ちくださいぎょッと。よよっ しししいねよ行きましょうで新しいビデオがですね前のよりも焦点がちょっとぼやけやすいというかでこれ多分紙外しちゃうとあの画面がうねうねしてしまうので1番ちょっと書き終わるまでちょろっと貼らせてください。でまずですね今回は三角柱まあ、こいつねが主役なんですけど長さ確認しておきましょう。AB が6 6です、まあ、ここ6、ね 6でと BC が8ここが8で CA が3で B 高さの部分が、まあ、12ちょっとこの辺からどうか12とで同点、まあ、動く点ですねが2つ出てきますで P の方がまずこの B ですここを通っていくんですけど B をスタート地点ですで E がゴールとなってこう進んでいきます下から上にでまあちょっとこの辺に打っておきますが P で、毎秒 1cm です。毎秒1これ覚えておいてください。で Q は CF です。ここをいくんですが同じように下をスタートしてここも通るんですけどここ U ターンします。U ターンして C まで戻ってくる。で毎秒 2cm です。つまり2倍の速さで進んでいきます。P よりもね。まあ、この条件でやっていこうと。 でえっと x は秒数なんですが、えっと変域がゼロから十二までの変域で考えていきます。で一番が。x がゼロから六の時。で今回はゼロから六と六から十二に分けます。なぜかっていうと、同点の問題っていうのは。通る場所とか、通る条件が変わったときに必ず式が変わります。式が変わる。 で例えば P の方はずっとね B と E のこの BE を下から上に行くじゃないですか12秒かけてね12センチだから12秒かけて下から上に行くつまり行ってる方向も行ってる辺も全部変わらないからこの子は問題ないので問題は向こうなんだ Q の方 Q は確かに CF 上通ってる辺は変わらないんだけど下から上 えっと、毎秒2センチで進んでるので、2、4、6、8、10、12っていう、6秒を使って、下から上にたどり着きます。で、残りの6秒で戻ってきます。あら同じところを行ってるんだけど、条件が違うんだよね。下から上に行ってる時と、上から下に行ってる時っていう、行き方の条件が変わってしまうので、式が変わります。いいかな。例えば、よく三角形とかで、 こう行ってこう行ったりするまでね。変。こう行ってこう。これも通ってる辺がこことここで変わるから条件が変わるので、えー、式が一個一個変わっていく。だから今回はまず06の方は両方とも下から上に行ってる時を考えましょうと。で、四角形 PBCQ の面積を X を使って表すんですが、まあこれはね、簡単に式を書いとくといいです。まず P ですね。 でこれは両方とも上に進んでます0から6の時だからでえっ、ー、と BC がここにあるので四角形こいつの面積を考えたいさあまず1個目大事なのはこの形なんだっていうねこれ今台形になってます台形ここを上底ここを下底と見るといいねで台形の公式たまにねあのー あの度忘れしてしまう方もいるかもしれないんですが、一応確認しておきましょう。かっこ、上底足す。ええー、下底。かっこ閉じてかける。高さかける二分の一です。まあ、もしくは割る二でもいいですけど。これが公式ね。ってことで、上底と下底と高さが分かればいい、三つ。で、それはどこかっていうと、上底まず高校です。 仮定がここです。高さはここです。このの箇所の長さが分かればい,いでまず高さはここ8だよね。8。分かってるから高さはいいんですすぐ分かるから。じゃあ上底と仮定なんですけどここからが同点のポイントになりますね。えー、同点中2のところで習うんですが同点っていうのはもう覚え方は通っっててききた場所をを文字を使っておきますちょっとこれポイントなんで書いておきましょう。 はい黒のペンどこ行ったってみんなに聞いてもわかんねえよなあれ <laughs> 黒のペンなくなっちった、えー、ポイントなのでどうしようかなこの辺に書いとこうか通ってきたところを、えー、まあ文字一応だいたいエックス使うけどねもうこれはね同点は これがちゃんと分かってるかどうかで全て決まると言っても過言ではないぐらい大事なことなので覚えておきましょう。でどういうことかっていうと今ね例えば P ってさ B をスタートしてここまで来たじゃないですか通ってきたところってここでしょここだからここがそのまま文字を使っておきますで文字の置き方っていうのは毎秒1センチつまり1センチ2センチ3センチって1センチずつ進む時は1、X、と置きます あもちろん、1は書からない、書かないんで、X になりますけど、こう置く。で、C、あ、ごめんなさい、Q に関しても、今 C をスタートして、ここまで通ってきたよね。通ってきた場所。だから、ここを文字を使って置くことができる。ただし、Q は毎秒2センチずつ進んでいるので、2X とこの場所を置くことができます。通ってきたところを文字を使って置くんです。 だから今もろにさ上底仮定わかるんだよね。ってことで上底 x、仮定 2x なんででかける高さかける2分の1と。でここ中身 3x になります。まあ約分して4になるからまとめると 12x。で一応面積なんでね単位を平方センチを書いてこれで終了となります。いいかな でですよ2番です 2> 2番もあれだったな図書いておけばよかったね6から12まあさっきのね同じ内容になってしまうんですけど P はいいんですよ下から上に行ってるから9が問題ねあいつが問題でえー、とじゃあ全部書かないですけど手前の長方形の部分だけ書いておきましょうでじゃあ P をこの辺にしとこうか P この辺ここまで進んできました だからさっきと同じように考えれば進んできたところを x って置けるわけです。で問題が Q です。Q Q は、えっと、f までたどり着いて戻ってきてます。今。こう来てる。つまり今、なんだろう。感覚としてはこう戻ってきた感じね。でここに Q が来る。でさっきと同じように、まあ、台形の面積求めたいんで、まあ、ここは8分かってるしとここも分かってるからあとここが欲しいんだよね。 こここの辺の辺長さがここがポイントすごくポイントです。さあどう置くかやらかしてしまうパターンとしてはまあねここを2、X、って置いちゃうんだよね。それはミスになるんですけどで考え方としては自分は、えー、とこの P あっそう Q が通ってきた場所を一直線に書くといいです。一直線でで書くんですどういうことかっていうと今 Q っていうのは C をスタートして 一回 CF まで行って F から C に帰ってこようとしてるよね。つまり C から F、F から C っていうこの、まあ、同じ辺だけど、辺二つ分をこう通ってるわけよ。道としては。それを一直線で書いてみるの。やってみようか。スタート地点下でします。同じようにね。C です。で、C から F に行ったわけよ。一回。 で、F から C に戻ってくるんだけど、それを一直線に表したいから、ここに C が来る。C から F と F から C の分、二本分をまっすぐ一直線に書いてみました。で、今、Q がここまで来てるんですけど、それを表すとさ、C をスタートして、一回 F まで行ったんだよね。で、F から C にまた戻ってこようとしてる途中に、今、Q がいるわけよ、こうやって。で、何度も言うけど、 通ってきたところを文字を使っておくの。だから、通ってきたところはどこって今、ここなんだよね。だから、ここが 2x なの。毎秒 2cm だから。さっきと同じです。ただし、今、式として使いたいのは、こっちなの。ここ。じゃあ、ここどうやって表すかって、そのために一直線にしたんだけど、なんで一直線にしたかって、これ、全体で何 cm だよ、みんな。 全もともと CF はここここね B と同じなんで 12cm って分かってる。ってことは 12cm2 本分だからこれ 24cm でしょで図で分かるように下の部分が 2x って言ってるんだから24から 2x を引いたらここの残りになるつまり2 4く2 x となります。ちちちょっっとごちゃごごゃゃしちゃってごめんよこれで欲しかったこの部分。 がが24 24-2x ってことが分かりました、まあ上底と過程これで出てくるのでさっきと同じように括弧上底まあこっち上底にしようかマイナス2 x 仮定は x だからこうで閉じてかける高さかける2分の1でまとめると、えー、この中身がえー、っと 24x になるのかここは 24x でここ外約分するとかける 4になるので、4を配るって考えると、ちょっと x 先に書きますね。マイナス 4x プラス96となって、これで終了となります。まあ、同点の問題ここだよね。ここがポイント。2番を超えられるかどうかがすごく大事。同点に関してはね。で、おそらく同点って苦手な苦手意識がある子多いと思うんですよ。割と感覚としては女の子に多い。 同点が苦手な、嫌がる子はね。で、やっぱりここなんだよね。キーとしては。で、もちろん苦手な子にさ、そんなことないよって言っても響かないのは分かってるんだけど、ちょっと感覚として思っててほしいのは、同点の問題、入試に出てくる同点の問題って、めちゃくちゃ難しいのってほぼありません。あまり難易度を上げられないのね。この同点って実は。難しそうに見えてるだけで。やってることってほぼ共通して同じようなことをやっているので、自覚にその図形の、 角度を求めたりとか照明の方がえぐいレベル上げれるからあの辺はだからあんまり苦手意識を持たない方がいいです問題質をこなしていったらやってることまた一緒じゃんって思うからなのでこの2番ぐらいまでは、まあ、今回3番もね2番ができるなら3番いけるからさセットでいけるようになってほしいんですけど、まあ、こんな感じであのやり方ね覚えておいてくださいはい長くなるんだよこうやってしゃべるからね <laughs> じゃあ3番いこうかちょっと4番に板書量を使うので3番ここに行きます入ってるよね OK で、3番はですね、線分 PQ。ここですね、今いっぱい出しましたけど、ここです。こいつが長方形。今手前にあるこの長方形です。これの面積を半分にする時の X の値を全て求めろって言ってるので、これは今0から6と6から12、2個パターン出しましたよね。で、つまりこの赤の部分、今出しましたけど、これ。赤の部分の面積、もしくはこの青の部分、今出しましたけど、これね。 この面積が長方形の半分になればいいよって言ってる。しかも長方形はさ、縦×横じゃん、面積って。縦12、横8、縦かける横×横 12×8 だから96って分かってる。それの半分になればいいから96の半分なんで48だよね。だからつまり、こいつとこいつが48になるとき出せばいいでしょっていう話なので、 12x 12x、ね、12が48になればいいはい両辺12で割ると x イコール4終了っていうでもう一個ね、まあ、こ問題にもさ全て求めよって書いてあるから答えは複数個です2個以上あります2個か3個とかねあるわけよでこっちも同じようにこの面積青の面積が48になればいいまあ一応ごめん答えだから赤にしとこうかス4 x えプラス9 6が48になればいいと。 で、これはもう移行してちょっと計算してください。4x イコール48になるので、x イコール12となる。で、えっと、こっち、今答え出たら4だったでしょ ?4 ってさ、0から6の範囲にちゃんと入ってるから答えとして OK です。で、こっちも、これで計算した時に答えが12になりました。12ってこの範囲に入ってるから答えとして OK。だから、3番の答えは、x イコール4と、 12とこうなりますこれ終了すごい細かい話ですけど例えばこれがね、まあ、二次方程式か二,、えー、二次式かになって X 二乗が出てきた状態で解きましたとで出てきた答えが4と8とかになったとするじゃんこっちで計算してねもし4と8になった時に8がこの範囲に入ってないから答えとして書いちゃダメだからね いい4はここに入ってるから0から6の間に入ってるから OK なんだけどそういうの気をつけてください。いいかなまあ実はねこの12に関しては式出さなくてもこの法則気づくと分かっちゃうんだけどね。あまあ、すぐ終わるから説明するとこれさ12秒後ってゴールの状態なのね。ゴールだから P がここにいるんよ。で Q が戻ってきてここにいるんだよね。ちょうどこうなるからさどう考えても長方形半分にしてくれるんだよね。 三角角形でこう対角線で対線切ってるからってことが気づくとえ十12入るじゃんってすぐ分かることもできるんですけどまあまあこれはね一応ちゃんと式を立ててイコールでこうやって解くのがまあちゃんとしたやり方だと思うのでこっちで紹介させてもらいました。さあラストですね、まあ、ここはちょっと難易度が高いというかちょっと面倒くさいところの計算が出てくるんですけど、えー、三角形 DPQ もう話がガラッと変わるんだよね。 で、えー、DPQ ちょっと黒で一回書かせてくださいちょっと点線使わずに、えー、実線で書きますねここですこの三角形が DP=DQ イコール D Q になるつまりこことここがイコール長さが同じ二等辺三角形になるときにこの PQ の長さ出しなさいって言うとおりますはいなのでまずね その DP とこの DQ の長さが同じになるのって何秒後なんだろうっていうところから考えなきゃいけないまあそこからスタートでどうやるかっていうとこれはもうさっきと同じですで出しに行くしかない出しに行くでどう出すかっていうとまあこれはもう三平方の定理ですをガンガン使っていくなぜかっていうとまずこっちからいきましょう DP に、ね、青の方 ここはですね、この三角形を使います。ここ当然ここ直角になっているので、直角三角形だから三平方の定理が使えると。しかも、この長さ、DE は6って分かってます。ここが6だから。で、ここの長さなんですけど、これはさっきのちょっと考えを、つ <laughs> まった、ごめん。応用して、ここさ、P まで。 移動してきたところ通ってきたところを文字を使っておくからさっきまでずーっとここ X って置いてたでしょってことは上の残りはさ1 2ンチから、X、を取ったとこなの1 2ンチから、X、を取った残りだからここは12引くって置けますちょっと書き出しましょう青のインクかおい青頑張れインクどうしたあれあるんだけどなちょっともう一回消すねあ出た出た 状態とととしては、えーと D と e、と P でここががここが12、X、でここではもうちょっと普通に DP のままいきましょう。で三辺方の定理を使っていくと斜辺今 DP 斜辺だからね斜辺の2乗イコールこいつの2乗を足すこいつの2乗です。 マイナス x の2乗プラスこちらはまあ計算しちゃおうか6636とこうなりますでもう一丁今度はここの三角形でいきますこれで見ると分かりにくいですけどここは直角になっているので三平方の定理が同じように使える書き出しましょうこっちもえー、っとまあこっち向きのがいいかなこんな感じにしとこうかはい少し切れたか ごめんちょっと詰める上にね。で状態としては F がここ。えっと D がここで Q がここか。こうなってる。入ってるか。OKOK。でですね、DQ を出したいわけなんですけど、まず DF。ここです。DF はこの長さはここと一緒だから3ですね。で、ここです。この長さをどう置くか。 っていうのまた一個ポイントになります。まあさっきと同じこの直線で考えたときに右側少しかけるかな。えーっとうーん入るかな。また同じね C をスタートします。C をスタートして F に行って C に戻ってくる。さっきと同じ図です。F に戻ってくるって考えたときに今 Q ここありますよね。 でこれまたさっききとと同じででパターン考えななゃいけないけんですこれ両方ともまず普通に行ってる時と戻ってきた時で考える。あそそうかそうかかごめんってことは今あれだ普通に行ってるほどで考えればいいから移動してきたのここだねあの戻ってくる前普通に今上下,下から上に移動してる時なんだけど通ってきたのが 2x なのでここは1212 12から 2x を引いた残りになるから。 十二引く二 x になります。これ今この時ね、両方とも上に上がってる時を考えているからゼロから六の時だと思って考えて。あと聞いててください。で、これも同じようにちょっと上に詰めます。斜辺の二乗、d q の二乗は十二マイナス二 x の二乗プラス三の二乗だから九です。 で、ここで何をするかっていうと、今、この長さ、DP と DQ の長さが一緒なんですよね。で、これ辺の長さだから、マイナス取らないじゃないですか。絶対マイナスがありえないので、プラスって分かってるから、2乗したものも当然同じって使っちゃって大丈夫です。だから DP の2乗、この上のと DQ の2乗、これが同じになります。イコールで結べるの。つまりちょっとこれこうやって持ってくると、 同じだからこうなります式としてはあとはこれを解きます、まあ、これと頑張るしかない展開してね 144-24x これね入らねえんだよね、まあ、消しちゃうけど一回計算はやろうかじゃあ、えー、144-24x プラス x 二乗今この括弧外しましたプラス36ですね イコール、同じく百四十四、マイナス、ここが四十八エックス。プラス四エックス二乗、プラス九と、こうなります。百四十同じなんで、ちょっと切っちゃいましょう。で、全部右辺に持って行って、まとめるとですね。三エックス二乗。えー、っと、マイナス二十四エックス、マイナス二十七、イコールゼロとなります。はい、全体三で割れますね。三で割ると、エックス二乗、マイナス八エックス、マイナス九、イコールゼロと、かなり綺麗になりました。 いいかな。ただし消させてもらいます。ごめんよ、<laughs> これは先が投げんだ。でまとめると、x 二乗マイナス 8x マイナス9イコールゼロとなりましたと、これがね。さあ因数分解しましょう。足してマイナス8、かけてマイナス9のコンビを探すと、マイナス9とプラス1イコールゼロなんです。 ごちゃごちゃしてごめんなさいね。なので、x イコール9とマイナス1となりました。さあ、ここで問題なんですよ。何が問題かって、今ですね、この範囲でやりました。し両方下から上がってるときを考えてるので、0から6を考えたら、両方入ってないんです、これ。だから、この状態だけで考えると、これ答えとして採用できません。両方ダメなんです。書いちゃダメ。えみたいなね。じゃあ、どうするかっていうと、こっちです。 戻っててくる方を考えていきますちょっと色をねごちゃごちゃしてもあごめん、黒じゃないよ6から14の時を考えるつまり戻ってくる時を考えるのでさっきのこの図を使っていきましょうえー、とまあ同じような状態こっちはいいんですよ下から上に上がっているので使うここは同じです変わらないんですが DQ の方が戻ってきてる状態なので C から F 行きました F から C 戻ってきてまあこの辺に Q がいるとしましょういい で、今使いたいのはここです q f つまり f がここにあったらこの長さを置きたいのここをねでどう置くかちょっと引くわ画面うまいここを置きたいどう置くかっていうと今移動してきたのはここです c がここまで移動してきたからここが 2x なので上の丸のところどう出すかっていうと 2x から下の cf の分を引けばいいじゃんこうやって。 つまり 2x から12を引いてあげれば丸残るからこうなります。で、dp2 乗はさっきも言ったようにずっと下から上に上がってるので変わらないんです。このまんまでいいんですけど、dq の方がこれでやんなきゃいけない。この場合はね。ただし、ここでね、この問題のいいところで、ちょっとズルしますけど、だからここの中身がさ、2x-12 になるんですよ。さっきは 12-2x だったんだけどね。 これさ、展開したら同じなのこれ。2乗。だから、2回やんなきゃいけねえのかよって感じになるんだけど、実はやることないの。だってこれ2乗したら同じだから、同じ計算をしてって同じ答えが導かれるからね。ってことは、こっちで計算した時も x は9と -1 だったんだよね。でもダメなの。入ってないから。でも、こっちの範囲で計算しても同じく9と -1 が出る。で、ここで、9の方は、 入ってるんだわこっちの答えとして。だからこの Q は使っていいの。もうこっちはダメだけどね。で、何が分かったかっていうと、9秒後に、その今条件を DP と DQ が同じになりますよって。だから何秒後ですかって言われてたらここで答えなんだけど、この問題さ、もうド S だよね。この後 PQ 出せって。まだ終わんねえのかいみたいな。終わんないんだわ。だからもう一丁、もうちょっと付き合って。いくよ。 まあ、分かってるよ、書くとこねえんだわ <laughs> 書くとこねえわごめん下げるわ失礼で最後ですねこうなっております入ってる ?OK で、えっと、9秒後なので P は当然この辺にいます9秒進んでるからここ9ですね、まあ、上が3ですわちょっと見にくかったらあの画面大きくしていいで9は行って戻ってます9秒後どこかっていうとど真ん中にいますここ。 6秒行ってついて、残り3秒で戻ってくるで。3秒って6センチ分進んでるからちょうど半分にいます。ここにいる。66のこの状態ね。で、この PQ の長さを出せって言っての。X って置いとこうか。さあ、どう出すって考えた時にもう三平方です。三平方使っていきます。これを無理やり作るんです。ここに。三直角三角形こうやって。 こうやってね、無理やり作るなんでこれをやるといいかっていうとだって下の長さは8って分かってるここでこの長さ分かんのかなって分かるんだわだってここ 6cm で上 3cm 使ってるからここも 3cm でしょ 6cm で 3cm 使ってるからじゃあ3と8分かってるからあとは出したかったじゃあ x の pq にしようか pq の2乗はサザンが 9+ プラス葉っぱ64ですこれ計算すると 73ですね二乗を取る代わりにプラスマイナスルートがつきますただし長さにマイナスはないので PQ はルート73これで終了となりますこれ直せないんでねほにゃらルートほにゃららできないのでこんな感じですな、はあ、かった <laughs> まあ同点の問題はね入試でめちゃくちゃ出るかって言ったらそうでもないですそうでもないっていうか その関数とかに比べると証明問題とかに比べると出たり出なかったりすることはあるんですがえ出にくくはない <laughs> 狙われるとか狙われるからねで、まあ、途中でも話しましたけど難しそうに見えるんですよで今回4番は難しいですちょっとね難しいですけど難しそうに見えといてその途中まで2番とか3番まではいつも通りのプランなんだわやってることはだからえ苦手意識が強い方はあまりねそう感じないようにやること毎回一緒なので特にこの辺 折り返したりするときは、通ってきたところを一直線にして、図に書いて、こういう部分を、X とかね、文字を使って置けるように、ぜひ復習してね、この問題、まあ、3番までは、必ずみんなね、解けるように復習してもらえたらと思います。では、今回はね、高校受験対策の図形シリーズ、第31弾、やらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました